吉田さん、自分力ね、やっぱり自分力ですよね。これだから排除の方向に行くのかな。影響力っていうのは要するに物分かりのいい人になるってことだと思うんですよ。まあ一つはね、なんですかね、多くの人が思っているようなことを代弁してあげるってことによって影響力をつけるっていう方法もあるし、それではまた逆にですね、極端な意見を言うことによって目立っていくっていう方法もありますけども、要するに影響力っていうのは多分こう考えてくれるだろうとか、多分意外なことを言うだろうというものに応え続けることによってついていくんですよね。でも本来の性格がそれだったらいいんですけども、そんなわけないですよね。だから自分自身になればなるほど削ぎ落としていくところが必要だと思うんですよ。まあ、要するにそういう意見は自分のものではないとかね。最近もね、なんですかね、あれ、公明党ですか、公明党、自民党が広島で参院選の補選やってるんですよ。だから前回の巨額買収をね、成し遂げられなかった自民党公明党なんで、これはね、ダメだろうっていうことで、まあ、喧伝しまくってるわけなんですよ。まあ、自民党公明党はね、その物事をはっきりしてから、それからもう一回選挙に出るならいいけども、うやむやにしたまま出るなんていうのはもう厚顔無恥もいいところで、卑怯そのものだと。一票を返せと、広島県民の一票を返せと、それから広島県民が失った2年半返せみたいな感じですよね。要するに国民を騙して、県民を騙して、そして、広島市議をね、10万とか20万のはした金で買収したわけですから、これなんとかしろよって話なんですよね。でそれをまあ言うとね、結局自民党や公明党を応援している人とは相反することになるんですけども、でも自分がそう思うことだから言わざるを得ないですし、まあ、こんなこと言ったら自分のフォロワーさんとか自分の塾生さんとかが気悪くするかなと思って言えないってことが、もう忖度の始まりで、これが自民党政治になってるわけですよ。安倍政権になるわけですよ。これが菅政権になるわけですよ。だからやっぱ感じたままに話すこと、誰の気分も何ですかね、個人攻撃とかね、なんかそれ人格否定になるんではなくて、まあ是々非々で言うことによって忖度なく発信すると、やっぱ忖度ってしてほしい人はまあ離れるでしょうね。だからそれが自分力なんじゃないですかね。影響力は失うけども自分の芯は強くなる。要するに同じような思いの人と強い絆で結ばれていくっていうかね。これだから少数派になっていくところだと思うんですよ。どんどん少数派になると思います。でこれで多数派になるわけないんですよ。でも本来人間は少数派の意見を持ってるはずなんですよね、みんなして。だから多数派の意見になるっていうことは実はそんなに起きることではないかなと。まあ誰かがね、一蘭のラーメン美味しいよねって言ったらうなずきたがるんですよ。でもそうかと思いますよね。みんな同じ味覚なのかと思いますよね。あ、ちなみにね、一蘭のカップラーメン500円かなんかだったでしょ。メルカリでね、1個1000円で買ったんですけども、いや、それほどでもなかったなと思いますね。あれだったら一風堂の方がカップラーメンなら美味しいんじゃないかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。まあどっちにしてもカップラーメンが美味しいって言った時点で多数派ですよね。近所の花房っていうラーメン屋がうまいに決まってるんですけどね、私は好きなんですけどね。ということで、自分力とは何かと問われればよくわかんねえやみたいな感じですね。まあ影響力ね、まああった方がいいんですけども、なくても別に困らないってとこですか。影響力ね、影響力ね。まあでも吉田さんも影響力ありますからね。多数に対してではないですけども、お互い少数に対しての影響力あるでしょうね、きっとね。いってらっしゃい。